突然ですが、あなたは芽キャベツとカリーノケールという野菜を育てているでしょうか？あるいは育てたいと思ってますでしょうか？後から紹介します。おはようございます。ごいちです。今回は前回に引き続きまして、畑の様子を紹介していきたいと思います。はい、この畝はさつまいもです。今日ですね、この後試し掘りをしたいと思います。落花生、こちらもですね、状況変わらずですが肥大していると思いますので、試し掘りをしていきたいと思います。こちらですね、ブロッコリーね、食べられちゃってますね。これやばいな。ちょっと、虫がいるので、いるな。後でこれで、緊急事態ですね。毛虫をね、取っておきたいと思います。やばいですね。いる、食べてます。ネットでちょっと見えませんが、ちょっと結構もう食べられちゃってるんで、緊急事態発生です。芯食べられちゃうともう成長しなくなっちゃうので、一旦カットしてですね、先に取っちゃいますね。ちょっと待っててください。なぜかわからないんですけど、ここにですね、ネットの外にもいるんですね。よくわからないな。はい、これは取っちゃいます。はい、それではネットを外していきます。もう緊急事態発生中でございます。これ土の中から出てきてんですかね。またネットのところにもいました。これですね。動画の方はですね、今ちょっと映してるんですけど、ガの幼虫がね、ブロッコリーの葉っぱ食べてます。これやばいですね。こんな感じでね。葉っぱ食べ尽くそうとしてますね。前回これ落としちゃったからね、落とさないようにちゃんとつまんでね、いきたいと思います。はい、取りました。このブロッコリーのネットの中になぜかバッタも入ってきてしまってます。これも取っちゃいます。バッタは逃げちゃうな、飛んで。はい、10連ポットの中ですね、半分ぐらい先ほどの虫に食べられてしまってます。これはあんまり食べられてなくて成長してますね。来週来てまたチェックだな。これ危機的状況にありますね。はい、そしてですね、こちら先週苗買ってきまして植え付けてあります白菜です。白菜は大丈夫ですね。白菜3株4株か、4株植え付けてあります。もうこれ遮光ネットいらないかな。今週1回また暑くなるらしいんですけど、ちょっとこちらの遮光ネット外しますね。はい、遮光ネットを外していくとですね、こちらは、桜島大根、しっかりと発芽してるんですけど、遮光ネットをかけていたので少し徒長しています。こんな感じで徒長しちゃってるんですけど、これあとね、土を少しね、苗の周りにかけておいて、また成長を促しておきたいと思います。ちょっとピントがすいません、ピントがボケてしまいますが、こんな感じでね、徒長してます。こちらの畝はですね、トマトの畝を先週すべてトマト引っこ抜いて、その残骸が残ってます。残骸というのはですね、マリーゴールドですね。ここら辺マリーゴールドまだ元気なんですけど、これもね、引っこ抜いてね、ちょっと畝の準備しておきたいなと思います。あとニラがね、残ってます。ニラも葉っぱだけ収穫してですね、あとはきれいにしておこうかなと思います。それで先ほどお隣さんも言ってたんですけど、じゃがいもが芽出てないということで、うちもね芽出てないですね。ここでじゃがいもなんですけども、それからこちらが大豆、大豆の実が鳴り出したんですけども、ちょっと虫にやられてしまってます。この後どうなるかですね。うまく大豆の実までなればいいんですけど、結構虫にやられちゃってます。ネット張ってあるけどちょっとダメですね。それからプランターで育てているニラです。あとこちらですね、雑草が生えてきてしまいました。玉ねぎ予定地です。何も植わってないんですが、雑草だけが育っています。さあ、1週間経ちまして、花が咲き出しましたね。こちらトウモロコシの畝です。すごく短い身長で花が咲き出してしまいました。ちょっと寄ってみましょう。株の高さは1メートルもないです。1メートルもない状況の中、花が咲き出してしまいました。雌花がないですね、まだ。湧水が出てきてないですね。その中で花が咲いてきてしまいましたが、大丈夫でしょうか。はい、これ去年より身長が低いな。これ土寄せと肥料とか撒いたんですけどね、今こんなような状況で実がついてくれるかとてもとても心配でございます。そして振り返るとですね、隣の畝は秋野菜です。遮光ネット外していきます。オープン。こちらほうれん草、まあまあ育ってますね。で次が小松菜です。小松菜もね、後から撒いた種の発芽もねいってますね。大丈夫ですね。それから20日大根もいい感じで育ってきてます。それから次がおでん大根。こちらおでん大根もいい感じですね。もう遮光ネットいらないかな、外しておきます。はい、おでん大根がずっときまして、次カブですね。スワンちゃんもね大丈夫ですね。後から撒いた種もちゃんと発芽してます。スワンの株、こちらも順調に発芽してまして、次が大病総太り大根。大根いい感じで来てますね。ちょっと枯れてるとこもありますが、後から、種まきしたものも発芽してあり、大丈夫ですね。いけそうですね。はい、ここ9本出てまして、こちらがですね、次が紅芯大根。紅芯大根は枯れてるところもあるので、またね追加で種まきしておきます。それから本紅株も後から種まきしたものは発芽してます。はい、こんな感じで育ってますね。まあまあいけるんじゃないでしょうか。次聖護院株もはい大丈夫そうです。もうちょっと来週かな、間引いてみます。混み合ってるところは間引いておきます。はい、もうちょっと競争させてもいいかもわかんないです。はい、こんな感じでね、秋野菜、まずは第1弾ここの畝育ってますので、収穫が楽しみです。それからこちらはですね、つるなしインゲンです。つるなしインゲン、花咲くかな、もうちょっとですかね。8月になってから撒いてるのでちょっと無理かもわかんないです。はい、ここら辺からですね花が咲くはずなんで、もうちょっとしたら花が咲いて1回だけは収穫できるかなと期待しております。次こちらピーマンと甘唐辛子ですね。今週もピーマン収穫できそうです。1週間でまあこんぐらいのサイズでも大丈夫でしょう。焼きそばとかね、焼肉とかね、一緒にね炒めてね食べると美味しいですよね。でちょっと追肥してないので少し細くなってきたかもわかんないですね、この唐辛子がね。でもいい感じで、はい、あんまり大きくしすぎると、やはり味がね硬いというのか、皮が硬いというのか、大味になるのでちっちゃい間に収穫したいと思います。でもこうやって1週間の間にですね大きくなってるものもあります。もうナスはね、こちらナスですけど、惰性なんですけど、しっかりね実ってくれてます。こんな感じでね、夏の間はここのですね付け根が灰色っぽくなるんですけど、いい感じで大きくなってくれてます。はい、感謝ですよね、本当にね。本当はこれ前回もちょっと話したんですけど、本当はこれ垂直栽培なのでしっかり縛ってあげないとダメなんですが、縛らなくてもですね実がなってくれてます。はい、こんな感じですね。でこちらはど根性トマト、枯れてしまってます。これも引っこ抜いて置きたいなと思います。でこちらオクラですが、オクラはい花咲いてますね。でこれは収穫できるな、収穫できそうなサイズがありました。で大体がこんな感じで見えるかな、大きくなってしまってですね収穫サイズを逃すということなので、ちょっと来年はね鉢植えというかプランター栽培で家の周りで育ててしっかり収穫したいななんて思ってるんですけど、プランターだとですね大きくならないので、ちょっとそこら辺心配なんですが、これにはい一つ収穫できそうなものがありました。やってみたいなと思います。ここら辺ジャンボシシトウで熟してるのもあって、熟すとね甘くなって美味しいですよね。はい、こっち行きましょう。ははい、じゃあん干しシトウです。こんな感じですね。はい、じゃあん干しシトウです。説明しましょう。こちらは里芋です。もう里芋はもう土寄せもして肥料も追肥しましたので、このままにしておきたいと思います。で、生姜がですね、本当だったら収穫できなきゃいけないんですが、生姜あそこにちょっとだけ残ってます。で、その隣はですね。先週、畝を作っておきましてまだ、きれいにはしてないんですけど堆肥を混ぜ込んでおきました。でこちらもねいろいろ植えていきたいなと思います。とこちらですね畝作ってありまして、昨日ですね、ホームセンターのコメリに行っていろいろ苗買ってきましたのでそれをね植え付けておきたいなと思います。こちらがですね昨日コメリで買ってきた苗です。紹介しましょう。今年ですね白菜の苗作りに失敗していまして白菜の苗を買ってきました。こちらがですね気心75という白菜の苗です。2株買ってきました。それからですねキャベツの苗極早生の苗も買ってきました。何株だっけな。はい、2株目でしょ。はい、3株目で、はい、このように極早生キャベツの苗3株買いました。じゃじゃん。あなたはこれ育てたことありますか？カリーノケールです。これ買ってきました。はい、カリーノケールはですね12月頃収穫できると思います。生のままサラダで食べてみたいと思います。そしてカリーノケールに続いて芽キャベツ、今日の主役です。じゃじゃん。そして次にですね、ブロッコリー10連ポット。こちらも買ってきました。定食していきたいと思います。ブロッコリーを定食していきます。いつものようにですね、穴あけ器でマルチに穴を開けていきます。そうすると土がですね、ひょいっと取れます。はい。こんな感じでね、土をね、盛り上げて、盛り上げるっていうのかな。その後ですね、じょうろで水をあげます。そして土を戻します。で、マルチのね、ビニールはね、取っちゃいます。そしてですね、その後、10連ポットからですね、このように苗を取り出して、穴の中に入れていきます。はい、こんな感じでね、周りから土をね、出してきて、もともとあったですね、苗になじませるような感じで。はい、こちらですね、定食終わりました。結局ですね、白菜2株、あと10株、ブロッコリーにしました。で、なんでかっていうと、ここ今、支柱立ててありますけど、ここまでですね、大きいネットが来るんですね。向こうの方まで10メートルあるんですけど、ここの畝、届かなくて7メートルほどのですね、大きな防虫ネットありますんで、将来的にね、そのネットに張り替えますので、一旦、大物のブロッコリー、これはですね、10株、ここまで7メートルのところまでにしました。はい、残りのキャベツ、芽キャベツと普通のキャベツ、普通のキャベツといってもこれ、早生キャベツですね。あとカリーノケールについてはこちらの畝に植えていきます。芽キャベツを定食していきます。芽キャベツですが大きくなるので、このセンターに置いて、定食していきます。芽キャベツなんですけども去年は作りませんでした。で、一昨年作って収穫したんですけどあんまりね家族にね好評出なかったので去年はやめたんですが、また今年ねちょっと作ってもう自分でね調理してスープとかねシチューですか、そういう汁物系のものを作ってちょっとね自分自身でね楽しもうかなと、それで家族もね楽しんでくれればねいいのかなと思いまして、今回キャベツ1株だけですが作ってみようかなと思いました。病気になったらねこれリザーブないので終わりなんですけども、はい、うまく育つことを期待しております。こちらはですね普通のキャベツですが極早生タイプです。はい、なので今年中に収穫できると期待しています。キャベツはですね、一気になるとですね、食べきれないので、数をね、ちょっと制限しながら作った方がいいかなと、我が家では思っております。特にですね、冬に収穫するのはいいのかもしれないんですけど、春キャベツはね、もう破裂しちゃいますので、あんまりね、個数がね、多いとね、食べきれなくて、まあ、お裾分けすればいいんですけども、キャベツはね、白菜と違ってちょっと要注意かなと思って、あんまり数ね、作らないようにしています。で、あと、やっぱり虫がね、非常につきやすいので、アブラムシ、それからアオムシなどなどですね、気をつけましょう。はい、これで早生キャベツの定食が終わりました。楽しみです。はい、カリーノケールを植え付けていきます。はい、ここに植えます。はい、こちらの畝には芽キャベツ、キャベツ3株、カリーノケールを植え付けました。今からね、ネット張っていきます。はい、これ芽キャベツです。今回はこれで終わりにします。また次回お会いいたしましょう。それではさようなら。バイバイ。